はい。 ててててくくれいいる保護者の方は見ておいてくださいでまたあ通ってる教室の先生にですね「えー、ゴリ先生またこんな生意気なこと言ってたよ」なんて言って報告してもらえるとゴリ先生嬉しいです今日はですね5月の21日木曜日ですねお昼の1時ぐらいですか撮影日ですね今回のテーマ営業力技術力のことは教えてく,るくれるのになんで集客力 のことは教えてくれないのというテーマでお話ししていきたいと思います今回のテーマはですねそろばん業界関係者の方向けなんで生徒のみんなはこの動画は飛ばしてもらって大丈夫ですゴリ先生がそろばん教室を開くというか維持運営していくのに大切な3つ3つすごく大切なことがあると思いますこれが営業力技術力集客力ですね、えー、それぞれまず1つ説明しますね営業力に関してはあくまでこれ 思ってることなんですけど、営業力に関しては保護者対応、保護者の方の対応ですね。メールでのやりたいやり取りだとか。とは。 子どもたちの生徒のモチベーションを上げるための、えー、例えばイベント力であったりとか声がけであったりとか、えー、それがゴリ先生が思う営業力先生に求められてる営業力かなというふうに感じておりますで技術力、えー、これに関してはもうまさに単純明快ですね指導力、えー、計算のやり方であるとか、えー、どれだけ優秀な生徒を育て上げれるかとかですね、えー、これがまさにもうドストレートの技術力だと思います で3番目の集客力、これも分かりやすいですよね、ねもうどっしりといい生徒を集める力ですよね、えー、この3つがゴリ先生、非常に大切だと思うんですけども、ゴリ先生、5年前、5年ちょっとこれで立つんですけども、教室開校して。 にこの営業力と技術力の話っていうのはものすごく多いんですすごく熱い情報を流してくれます技術力なんかにしてもこういうような指導方法があってこういうような計算方法があって、えー、こういうふうに教えたらいいとかものすごく時間も費やしてくれますしパワーもかけてくれる営業力もそうですよね、えー、こんなイベント、えー、成功事例をよく発表してくれる各先生たちがですねこういうことをやって成功しました例えばゴリ先生のところで、えー、この前も動画で出しましたけど今 流行りのオンライン授業をやってて、えー、その時に画面共有で日本地図を出して読み上げ算なんかやってて、会ってた生徒にどんどん色を塗っていってあげる、えー、スプラトゥーン形式で陣取り合戦すると盛り上がりますよ。えー、生徒から、えーこの このゲームがあったここそ、えー、日本地図を覚えようと思いましたなんて声が聞こえますっていうのをよく研修とかで報告いろんなパターンが、えー、報告をされたりすると思うんですこの営業力、技術力に関してはものすごく研修内容濃いんですねじゃあそれに対してザ・集客力 ゴリ先生が思うのは営業力技術力の研修内容に比べるとほぼ皆無ですね集客力の中には当然マーケティングも入るんですけどもすげえなこの人の集客力すごいなこのマーケティング能力っていうのをもし、えー、いらっしゃればぜひお金を払いますので教えてもらえれば、えー、足を運んで聞きたいぐらい、えー、それぐらいちょっとこの集客力ってやっぱり大事ですよね。 前までは、ゴリ先生が始めた頃は、いわゆるチラシ、神媒体ですよね。チドルのエリアのタウン紙、神媒体を中心として、えー、生徒を集め,て、えー、集めてきた。それが、この5年間でまた変わりましたよね。Google マップで検索するのが主流になってきてる。またこれから今回のコロナ禍で、また時代は変わってって、また方法は変わるわけなんですね。なんで、この集客力の話をしようかと思うと、 少し前にですね、県外の方から、この先生、この教室を探してるんですけど、いませんかねという連絡をもらったんですね。多分あの生徒が引っ越すから、お会したいと、そこの教室に行かしたい、まあその教室は有名な方、ものすごく有名で、いろんな全国レベルの選手を出してて、えー、そこ。 に通われた生徒さんがどうも教室を開いてるのか開いてたのかというような情報だったんですけどまあうち,にうちに生徒が来るわけではなかったんですけどせっかくまあ知人の方からの紹介だったんでこれはちょっと探さなきゃと知能力はゴリ先生ある方だなと思ったんで距離が場所と名前ぐらいは分かってましたのでまあそれがあれば 全然ネットを使って探せるだろうなぁと思ってザーッと探してたんですねゴリ先生の頭の中ではもうエリアとある程度多分先生の名前で引っ掛ければ、えー、この google マップでちょうど今この背景に出て後ろに出てるんですけどよく google でえーソロバンスペース、えー、例えば宇都宮ソロバンスペース唯の森とかってで 検索すするるだけでで番多分上に引っっかかってくる例のこれですよね Google マップに引っかかってこなかったんですね、後々まあその先生とちょっと話す機会があって、えー、Google マイビジネス登録してないんですっていう話になったんですけども、その先生は、えー、し閉,め閉めたのかな、直近でそれとも閉めるのか、まあ、ちょっとそんなような状態で、えー、もったいないですね、そこまでの技術力が高くて。 っていう話をした時に帰ってきた言葉がやっぱり時代の変化なんですかねっていうのをポロッと言われた時に今回のテーマそれ今後この集客力に関してはどん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 情報を発信していかなければいけないなというのを思いましたですから今回こういうような動画を作ってるんですけども ご家族の方がまずどういうふうに最初にアクションするかというと、当然まずは携帯ですよね。PC ではないですよね。ノートパソコンでもなく、デスクトップでもなく、携帯なんですよね。携帯。なおかつググ、Google 多分 c h クロームでしょうから、えー、まあ、当然違う方もいますから、えー、あくまで比率が高いところの話をしてるんですけどもね。えー、Google c h クロームで、ソロバンスペース、さっき言ったみたいに、住んでるエリア、町、えー、名なのかな、市、まあ、では検索してこないでしょうね。 そろばんスペース宇都宮では検索してこない、例えばゴリ先生の例だったらそろばんスペースいの森とかそろばんスペース清原台とかです、ね、検索してくるわけです、そうしたときにまず一番最初に引っかかってくるのがこの後ろの背景にある、えー、Google マップですよね、なんでそうなるか、えー、当然 Google クロームが検索エンジンで入ってるからというのも当然ありますし、位置情報なんですよね。今、Google、位置情報を えー、ってるのでお母様やお父様が住んでる場所から検索したら当然、その近くのそろばん教室そろばんというキーワードで検索してますからそろばんスペース、長名で検索しているので当然、引っかかる情報の濃さ情報の正確さを Google は求めてきますからなおかつ位置情報も分かっているのでそのお母様、お父様が検索している場所から近いところから当然、表示はされるわけなんですよね。 検索してる人たちのニーズにズにバッとはまるわけですよということは、この Google マップに表示される Google マイビジネスていうのは当然無料ですから、しかも無料ですから、何も広告費をかけて出すとは言ってないんです、無料なんですよね、そろばん教室を探すのは、もうそこでストップですよね、エリアを広げて、えー、そこから探し込むっていうのはしないわけですよね、バックで出てるみたいに、こうやってこの赤い点々があって、あじゃあこの教室ならいけるんだなとか、えー、というのを感じるわけです。 なおかつ、もっと言うと、ただでさらにこの Google マップを上位に表示させる方法すらあるわけです、当然、しかも無料ですからね、何も広告費を使ってやるとは言ってないんです、今言った話を、ご存じなかった、当然、Google マップにも表示されないですし、えー、ということは、g o My b u マイビジネスにも登録してなかったんですけども、その先生は。 えー、優秀な生徒を育てられる技術力があってなおかつ子どもたちのモチベーションを上げれるような営業力さらに、えー、保護者の方へのフォローもしっかりされててこの営業力技術力がずば抜けていいにもかかわらずなんで教室を閉めなきゃいけないんだろうなと考えると。 間違いなくその集客力なんですね。今言ったみたいにもうチラシを打つ時代でもないですし、タウンシに載せる時代でもないんですよね。皆さんが保護者の方がどうやってソロバン教室を探してるんだというところを見つけないことには、 力っていうのはそうやって考えると大事になってくるんですよねマイビジネスは必須ですよ google マイビジネス登録しましょうね、えー、こういうような方法で登録できますよというのはここまでの情報だったら多分研修ぐらいでは出てくる話ですよねじゃあさっきゴリ先生が言ったなおかつお金をかけずに無料でさらにそれを何十件 というふうに、そろばん教室が出たときに、やっぱり上位に上がってくるものから、当然、保護者の方は行きますので、そのページに。じゃあ、その上位に上げる方法、あるんですよね。この、その方法が出てこないんです。出てこないんです。それ今は、Google マイビジネスの話しかしませんでしたけど。 じゃあ、えー、ちょっと話題を変えますね。その集客力の中にマーケティング能力というのも当然入ってくるわけです。えー、じゃあ、マーケティング能力。例えば、集客力を身につけなくても生徒が集まる方法ってあるわけですよね、えー。教室をポンとそのエリアに出した瞬間に、取りすがりの保護者の方が見て、口コミで広がって、えー、あそこに行かせよう。それができるのは、何の学習カテゴリーで言うと、それができるのは学習塾と英語教室。 この2つに関しては、マーケットがそろばんです、えー、ソロに比べるとマーケットが大きいので、教室を出すだけで、ある程度口コミで広がって、えー、集まってくれるんですよね。 マーケット自体は大きくしようというふうに考えたんですねその時に何をしたかというと、3年前からやってる、いわゆるこの YouTube なんです。これも当然、誰も教えてくれなかったんですね。ゴリ先生が3年前にやり始めた時っていうのは、本当にもう、ほとんどやってる先生、それこそ、今でこそ、ちょっと増えてきたかなとは思うんですけど、3年前に関してはほとんどいらっしゃらなかった。 その中でいろいろとこう手探りでえどうすればいいかとかいろいろと考えてやってたんですよね。ロバンとかキーワードを入れていくわけです。英語とかヒップホップでもいいでしょうし、ルービックキューブ、将棋、習字とかいろんなキーワードを入れていって、 30ぐらいでもいいでしょうけど自分で決めて、えー、それを合計していった視聴回数でざっくりのマーケットの大きさっていうのはなんとなく分かるわけですよねじゃあそろばん業界でマーケットをこれから大きくしようとした時に何を考えるかというとその学習のカテゴリーで近いキーワード、えー、もっとマーケットが大きいところのキーワードにどん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 寄せながら、えー、コラボではないですけどねマーケットが大きいところにちょっと絡めながら、えー、視聴回数を増やすと ののマーケットが増えるのかなあとは一人でも多く、えー、今全国の先生たちがもっともっとそろばんの YouTube チャンネルを開くことなんですよね当然 YouTube 側も例えばそろばんのキーワードであどんどこんなにいろんな人たちがチャンネルを開設し始めたってなるとチャンネル表示をしてくれるようになるんですよね パパ、ママがやっぱりいろんな全然そろばんとは違う動画を見ててもですね、えー、引っかかる可能性というのが増えるわけですよね、えー、そうすると当然マーケットっていうのは大きくなってきますから、やはり今、この時代だと、やっぱり今、YouTube なんですよね、当時時代は変わるので、また新しいものは出るんでしょうけども、またその時はその時先ほどの会員媒体から始まって、今はえ違いますよ、Google マップです、さらに時代が進んで YouTube ですよって変わるのと一緒で、えー、このまま YouTube の時代がずっと続くわけでではないんです、ね、また新しい、えー、手法が出てくるんですけども集客力に関して、えーまあ、だですから随時学ばなければいけないんですけどねその集客力とかマーケティング能力っていうのは随時学ばなければいけないんですけどその随時学ばなければいけないこの集客力をなかなかそろばん業界で研修でやってくれてるところがないなというのが感じたのでゴリ先生に関,関しては 自分のチャンネルで分かる範囲でやっていきたいと思います。ですからですね、まだ自のチャンネル作りたい、えー、ただその動画の撮り方であるとか、そのアップの仕方で何でも構わないんですけどね、ぜひぜひ、ある先生がいらっしゃればですね、分かる範囲で、えー、包み隠さず、お教えできるところはお教えしていきたいと思いますので、えー、またこのチャンネルですね、えー、見に来てもらえればありがたいです。それではまた。